プレイスタート用のカードキーを配布します。何これさ、ひょっとしてこのゲーム、俺はゲームをプレイしてるけど、この子もゲームをさせられてるっていう設定？あ、なんかシフトでダッシュができる。あ、若干速い感はあるよね。カードキーを差し込むようだ。特定の場所でメニューから持ち物を選択すると使用できる場合があります。なるほど。あ、間違えた。で、これでカードキーを、あ、なんだこのやばそうな、あ、エレベーターか。うう、わかんないこと言ってたけど、でもまだ乗らないとかしてもさ、こっち何にもないじゃん。乗るしかないんだよな。すっげえ乗りたくないんだけど。はい、エレベーターに乗って、なんか上に登ったのかな。びっくりした。フロア B6、 地下6階。とにかく出口はどこだろう、探そう。なんかこのバイオハザードみたいな。ハエがたかってんのか。ゴミか、これ。これもゴミか。これなんかゴミ処理場みたいなとこだな、これね。このさ、横断歩道渡らないとダメだよ、これ。横断歩道渡らないとダメだよ、みんな。え、待って、どこ？あ、ここにいるのか。びっくりした。え？チラシが貼ってあるが破れていて読めない。ここ本当に見覚えのない場所だ。私なんでこんなところに。新聞が貼ってあるけど、何かここのことがわかる、ここのことがわかることが書いてあるかな。読みづれえ日本語だな。見境ない殺人。XX 年 X 月 X。ラララララ州ホニャララの道路で、男性の遺体が発見された。遺体には鋭い刃物で切りつけられたような傷が大きく残っており、殺人事件として捜査中。俺日本語読めなくなっちゃったかな。先月からこの州では似たような方法の殺人事件が続いている。被害者に関わりや共通点は見られないため、近くの住民には注意が必要である。はあ、ここさえ行ってみたい気持ちもあるけどさ、怖いんだよね、ここ入んの。とりあえずここの探索しよう。ひどい匂いがする。これもあれだね、ハエがたかってるやつだね。なんて書いてあるのあれ。これさ、多分こっち行ったなんかあるよね。うん、うん。なんかところどころなんかいろいろ書いてあるね。地下なのに、どういうこと？何かあった今。俺全然見逃してたけど今。え？とりあえずゴミ多いな。赤いシミが見える。あ、なんか嫌だこの扉。こういうさ、ゴミ箱になんか入ってたりしないかな。入ってないよね。あ、入れた。なんだこれ。あ、いや少し重そうだ。なんだよ、武器になるかと思ったのに。ちょっと安心しちゃった俺がいたよ今。これ何これ、ゴミか。じゃあとりあえず一通りこのフロアを探索し終わったので、まず今来たとこ、ここだからちょっとここに入ってみよう。あ、入れないんだよ、かったー。よかったー、路地裏だって。ここも？オッケー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 。いい子だ。これなんだこれ。木材が打ち付けられ、扉は閉じられている。ほう。あれ、本物？あれは血じゃないかという
疑惑を抱いたわけですね、主人公は。そこの扉、扉には鍵がかかっている。しかし鍵穴などは見当たらない。どういうこと？非常口のマーク、横にエレベーター通路って書いてある。この中にエレベーターがあるのかな。でも開かない、鍵穴もない。どうやって開けるんだろう。扉を開ける方法を探さないと。入っていないところを探してみようかな。はあ、これは他のところ探して、なんか探していいもの見つけてこいよっていう風に諭してるわけですね。これはここも鍵？どこも行けないじゃんこれ。あ、スコップ使えってことこれ、ひょっとして。そういうわけでもなく、なになに、どうすればいいのこれ。難しすぎる。やっぱね、やり慣れてないとこういうゲームは難しいね。ここなんだこれ。あ、一応なんか建物みたいなあれで扉が打ち付けてあるのね。あ、待って、ここそういえばなんかありそうっつってさっき入んなかった。あ、ここも鍵かかってんのね。とりあえず鍵がかかっているとこで、鍵がかかっているとしか書かれてないところが2つあって、で鍵がかかってるけど鍵穴はないって書いてあるところが1箇所。これなんかどうすればいいんだろう。結局のところどうやって開ければいいのかわからないっていう。あ、ダッシュできるんだった。あ、これしかないよね、だってね。あとなくない？扉鍵かかってるもんね。